そうめんなるキッチン動画の視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部紬です。今回の動画は、本気料理祭でアルコホリックさんをぶっ殺したいの八魚担当、世の字視点のものとなります。さて、八魚とは何ぞやという話ですが、まあ一言で言ってしまえば焼き魚のことですね。あとはっきら説曰くメインになることも多いお皿らしいです。つまり、コースの主役になりそうな焼き魚を作れという話ですね。ところで我が舞台のメンバーはこんな感じなのですが、皆さんはどのような感想をお持ちでしょうか。はい、見事なまで立ち勢の集いですね。まあ草屋押しつけおじさんに勝とうと思えば当然の人選なのですが、ここで一つ問題が出てきます。あれ、あーし浮いてない。立ち勢を集めすぎた結果、あーしの料理レベルの低さが際立ってますね。いや、最近のこの界隈みんなレベル高いんですよ。困ります。そんなわけで技術力が高いメンバーが揃う中、何をやってやろうかと考えましたが、結果アワーでご利用しすることにしました。というわけで、マグロの釜1キロです。今日はこれを全部焼いて食べようと思います。マグロの釜です。今日はこれをがっつり食べていきましょう。ではこれに塩を振って10分ほど置いて、水分が出たら拭き取っていきます。下味と臭み消しの作業ですね。ではこれを200度のオーブンで30分ほど焼いて、盛り付けたらできました。マグロの釜の塩焼きの完成です。あまりに調理工程が少ない気もしますが、まあ気にしない気にしない。では食べましょう。いただきます。パク。最高ですね。外はカリッと、中は樹脂。サイズが大きいのでスペアリブみたいに豪快に食べれるのがいいですね。とはいえ、このまま全部食べるのはちょっと飽きちゃいそうなので、味変いたしましょう。大根おろしに、ポン酢。唐辛子がなかったのでキャロライナリータ。これにマグロをつけたら、パク。はい、これは優勝ですね。おろしポン酢に唐辛子。これはいくら食べても飽きない組み合わせですね。ごちそうさまでした。可食部が思いのほか多くなかったので、案内ペロリと食べれちゃいましたね。ただ、皮は硬くて厚くてあまり美味しくありませんでした。まあ全部食べましたが。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。アルコホリック討伐隊も本日が中間点。前半の3人と後半の3人は、ガチのマジのガチ勢なので、ぜひ見に行ってくださいね。では本気料理祭、まだまだ楽しんでいきましょう。バイバイ。